外国人だからこれでしょみたいなこともあるよね。あるある。私は仕事の打ち合わせ中に、コーヒーどうぞ。いただきます。別の打ち合わせでも。どうぞ。またコーヒーか。そのまた別の打ち合わせでも。少々お待ちください。コーヒーどうぞ。お茶の方が好きなんだけど、打ち合わせの時なぜかいつもコーヒーばかり。フィリップさん。何？日本人にはまだ外国人イコールコーヒーを好んで飲むというイメージが強く残っています。 Help us! 愛媛の皆様、思い込みや先入観で外国人だからこれ、この国の出身だからこうと決めつけないでください。一人一人の違いや気持ちに向き合い、コミュニケーションを取りながら判断しましょう。